私どもの大学は創立者の黒沢鳥蔵が循環農法図というのを書いてるんですけども、環境に優しい農業を目指そうと、私どもの教育の理念になっております。私は今現在環境共生学類というところに所属しておりまして、 GIS を使ってビジュアルでリアルタイムな情報を人工衛星の画像などから解析をして提供すると。 UAV といった飛行機を飛ばして撮影した写真等をパソコンに取り込みまして、それを GIS を用いて写真をつないだり他のデータと重ね合わせることによって、その動物がなぜそこに分布しているのかとか、どういうふうに移動してくるのかというようなことをですね、自然環境の保全というものに役立てると。 In this remote sensing training, I have learned about polarizing technology, which is very useful for my country in Malaysia. 私たちのプロジェクトはそのマレーシアのボルネオ島にあるキナバタンガン川というところの、にあるパトゥプティ村という村で実施してるんですけども、世界の中でも最も生物多様性が高い地域なんですけれども、一方で早急に、環境あるいはその野生動物を保護していかなければならない。 We have a lot of forests in Sabah. Therefore, through this program, we are able to learn about the sustainable economy through ecotourism and also making of handicrafts.村の人たちが自らですね、コペルという団体を、エコツアーの組合を作ってましてですね、私たちはあくまでも、住民の皆さんがですね、自発的に活動ができるということを、サポートしていくという姿勢で、プロジェクトを今実施しております。今現地では HP さんのモバイルワークステーション8470W っていうのを使わせていただいてるんですけども、人工衛星の画像からそこの地域がどのような植生あるいは土地利用になっているか、ゾウの通り道がどこであるとかということを解析をしていると。マレーシアというところは非常に高温多湿でですね、この使用環境がですね、非常に多湿な環境ですので、このマシン自体が米軍の調達基準も満たしているということで、非常に安心して使わせていただいております。熱帯の国というのは一年中ですね、雨が降って気象条件があまり良くない、そういう時にマイクロ波じゃないといいデータ取れないですね。そういう衛星データの処理にはやはりこういう非常にこのソフトウェアとハードウェアの要求高いですから、今回はこの HP の Z600 ワークテーションのインテルジオンプロセッサーというのを、モジュールを使って複雑な処理とか計算をかけています。普通のパソコンですとメモリー不足で表示が遅くなったり固まってしまったりとかっていうことが多いことがあったんですけども、今日ちょっと使わせていただいたらとてもスピードが速くて表示がスムーズだったのでとても良かったと思います。この HP 社のモバイルワークステーション8470W にはインテル Core i7 プロセッサーが装備されていますので、頑丈な上になおかつ処理速度が非常に速いということで、大変重宝しております。オーバンプリンターなんですけども、 HP デザインジェット T1500 というのを使わせていただいてるんですけども、やっぱりその私たちは人工衛星の画像とか、空中写真とか使うもんですから、このオーバンプリンターに関しては非常に再現性がいいということで大変満足しております。これは従来の機種に比べて非常にそのコンパクトになっていることと、背が低くなっているということで、プリンターの上で広げてみたりすることができる、すべてタッチパネルになってますので、操作性もものすごく良くなっているというふうに思います。今後ですね、そういう熱帯の小さな村であってもですね、こういう HP さんの高性能で先進的な機器を利用していくという機会がどんどん増えていくと思うんですよね。このコンピューターがあるおかげで村の子どもたちが自分の家の周りが宇宙から見たらどういうふうに見えているのかということをですね、知ることができて、この GIS とこのワークステーションを使った教育っていうのには非常に意味があるんじゃないかなというふうに考えています。